いや、ね、あの戦後から今まででね、こう波はありましてもね、日本人というのは一貫してラテン音楽が好きですね。これはなぜでしょうかしら。そのことをね、美佐子さんに聞きましたらね、なんかインディオにはね、日本人と同じ蒙古斑があるんだそうです。あの赤ちゃんのお尻の青いの。そう、ということはインディオというのは実はこっちの大陸からアラスカを渡って向こうへ行ったんじゃないか。そして、向こうでスパニッシュあるいはそのヨーロッパの音楽の影響を受けてね、ラテンミュージックを作り上げたんではないか。だから日本人のこの金銭をくすぐるというかね、このセンチメンタルなものを持っているのは当然ではないかというご意見でございました。納得いたします。それでは最後にご陽気にエルクンバンチェロ。
タリーさん、今日はありがとうございました。そして三田さん、本当にありがとうございました。どうぞいつまでもお元気で。そうですね、お元気でどうぞ。ランドの皆様ありがとうございました。それではおやすみなさい。どうぞお風邪を召しませんように。